一つである。軽料理は日本料理として教される料理におけるジャンルあるいはブランドとしての名称である。野菜や乾物、大豆加工食品を中心とした素材の味を生かす洗練された薄味料理で味だけでなく見た目や雰囲気を含めて五感で楽しむ料理であるといったようなイメージが一般に持たれている。京都は地理的背景から 大阪のような新鮮な海産資源に乏しかったこともあり、質素な素材を活かすための料理技術の発達が見られた。古くから都として栄えた京都は、大阪と共に日本の食の中心地として料理文化が発達した。中国料理を元にした、大京料理に始まり精進料理、懐石料理を経て、西洋料理に出会うまでの日本の料理文化の 中心地として軽料理は様々な料理手法の特徴を取り入れ発展してきたものである。そのため、軽料理が日本料理と同義と捉えられる場合もある。京都海石料理店、表堤の店主である高橋英一は、軽料理は、夕食料理、精進料理、海石料理、おばんざいが融合したものと定義している。同じく軽料理店、両山白の店主である。 橋本健一は、日本料理の基本である解析に、京都の食材、特性、フード、気候を加味したものと定義している。村田義弘は恵料理を一京都料理としつつ、その内訳を、京都人が、おかずと呼ぶ、伝統的な料理、カモロースなど、伝統の枠を超えた、昭和的料理、フランス料理などの外国の手法に刺激を受けた、料理の三つに分類している。 京都で培われた伝統の料理を、京料理という名前で包括して表現するようになるのは、明治時代以降であると考えられており、京都の特性が培った伝統と技術に対して後付けで付けられたものである。戦前までは、大阪の料理とまとめて、関西料理とするのが一般的で、ことさら京料理と強調することは少なかった。 軽料理という名称の使用として確認できるものの一例としては1917年に京都の料理人らによって発足した調理研究高友会が発行する機関誌の名称として残る軽料理のしおりや1886年から開催され2005年に100回を迎えた軽料理展示大会などがある大田南保は著書一は一言ないの強化で K の特徴として、次のように記している。水、水菜、女、染め物、水や針、お寺、豆腐に、うなぎ葉も、松茸これは、二代目、市川段十郎が1742年に表した、おいの楽しみ章から、引用、改変したものであるが、同所の大阪や江戸のそれと比べた場合に、食べ物の数が多く、古くから、 食品の名産地として知られていたことが伺える。また、極低馬金の、キリョマンロクや、堀川の水などにあるように、鴨川を流れる水と、その水を原料とした豆腐や水長系の名物として知られていた。日本を代表する料理人であった、北王子ロサン人は、次女、ロサン人芸術論集にて系料理発展の背景について、 京都は長らく天皇の皇居があったが、四周を山に囲まれ、料理の材料とすべき、解散資源に乏しかった。こうした状況下においても、京の料理人は、貴族、名門の口を潤す、必要性があった。と評しており、京料理の繊細で、芸術的な料理の発展は、こうした土地柄に由来したものであるとした。一般的な郷土料理と比較した場合、 軽料理は、下ごしらえから仕上げ、盛り付けに至るまでの所作が極端に多い。また、味と見栄えは、表裏一体とされ、料理の見た目を重視する傾向がある。日本において、料理屋が最初に出現したのは、京都であるが、その年代や詳細な場所は特定できておらず、確認できるものとしては1403年頃の、当時南大門近辺に登場した一服一銭がある。 組み立て式の簡易な店を構え、三大客に対して安価な茶を立ち飲みで振る舞っていたが、これが人気を博して、門前茶屋へと発展し、料理屋の原型となったと考えられている。江戸時代初期、八坂神社の鳥居内にあった中村屋、藤屋という茶屋が、参拝客に茶を振る舞っていたが、やがて軽い食事として豆腐を提供するようになり、豆腐茶屋と呼ばれた。 こうした豆腐を提供する茶屋は、祇園にその半島を広げていき、祇園豆腐に代表されるような豆腐料理の多様化を見せた。江戸時代中期に入ると、現代のような座敷に客をあげて、料理を食べるという形式が誕生し、料理の種類も様々へと発展を見せた。1831年に出版された、商人買い物読案内には、 高瀬川や鴨川を中心として川魚料理、湯豆腐料理、即席料理、茶会席などを振る舞う多数の料理屋が紹介されている。一方で、遠山近辺の自習の寺院を中心として、精進料理を提供するような店も見え始めた。さらに、1927年に開業した浜作を機に、 大阪生まれの板前割烹の文化が浸透し、軽料理屋の提供スタイルにも大きく影響を与えた。ありがとうございます。